はい、冒険家の皆さん、こんにちは。すいません。いきなり噛んでしまいました。はい。このビデオは、第5週の、ビデオになります。はい。で、このですね、このビデオでは、授業の方法の2回目なんですけど、話し方をどう教えるかについてご紹介をしていきたいと思います。で、この後はですね、5週間にわたって毎週1つずつ教案を作っていただくこと、ということになっておりますので、このシリーズのビデオとしては今週のビデオが最後のものになります。はい。さて、今日の目標はですね、すでに作成済みの評価基準に合格できるような、会話の授業を組み立てることができるということですね。先週はですね、東北の地図とか、そういう文字を認識するための授業の例をご紹介しましたけど、今週のビデオでは、会話の授業についてご紹介したいと思いますね。はい。まず最初に、先週の復習にもなりますけど、第二言語習得理論で皆さんに覚えておいていただきたい、のはですね、大量のインプットと、少しのアウトプットっていうことですね。それから、なるべく現実の世界に近い状況で話せるようにするための実物の教材です。まあ、レアリアというカタカナで言うこともありますね。この2点に留意しながら、今日も実際の授業例を考えてみたいと思います。はい。で、今日は会話ですね。今週は会話の授業についてご紹介します。はい。で、このコースではですね、ずっとそのツーリング用の地図を、買うことができると。そういう CDS の、授業を例に考えていますね。で、今日はですね、細かく分けた CDS の最後の部分なんですけど、レジでお金を払うことができるというのをご紹介してみたいと思います。はい。繰り返しますが、一番大事なのは、レジでお金を払うことができる。これがコード CDS ですね。はい。で、ここから4つですね、会話例をご紹介したいと思います。4つとも同じ場面なんですけど、少しずつ違う会話なんですね。で、ここではですね、どうやってたくさんのインプットをするかという観点で、聞いてください。最初の会話はクレジットカードが使えないという例ですね。ここでは学習者はレジで支払いができればいいです。それがCANDO ですよね。 CDS ですからね。で、普通のお店ならですね、レジの機械に数字が示されていますから、この1900円っていう、ちょっと待ってください。はい、お、間違えてた。はい、この1900円というこの言葉は、わからなくてもお金、大丈夫です。なんでかっていうと、そのレジで表示されているからですね。はい。ただですね、クレジットカードを扱っていないということは理解できないと、現金でお金を支払うことができませんよね。ですので、申し訳ありませんっていうのが、まあ、なんか相手はお詫びをしてるんだなって言ってる、いうこととか、それから現金だけとかですね、こういう言葉から、どうやらクレジットカードは使えないらしいということを理解する必要はあります。それから最後のこの100円のお釣りですですね。これも、どうせ100円渡されるわけですから、これは、わからなくても大丈夫ですね。はい。で、2番目は、クレジットカードで普通に支払いができる会話例ですね。これが一番シンプルなものだと思います。はい。それから、3番目は、まあ、これも、お取り扱いしてないという、こういう言葉ですね。お取り扱いしてないっていう言葉を聞いて、まあ、それがわからないときに、カードダメですか？というふうに自分のわかる言葉で、言って、それを確認するという、そういう会話例です。4番目の会話はですね、現金がなくて買えなかったというパターンですね。はい。では、ここからはですね、これをどうやって、大量のインプットにつなげるかということなんですけど、それは、次のビデオでご紹介したいと思います。とりあえず、このビデオではここまでです。失礼します。